日本選手権男子 400m リレー2022、1レーン市立船橋高校、2レーン明治大学、3レーン立命館大学、4レーン法政大学、5レーン東京工業大学、6レーン近畿大学、7レーン順天堂大学、8レーン中京大学、9レーン東京国芸大学、予選取り組み1年の市立船橋高校、この種目は2つの